老人エイトは社会の様々な情報を厳選してお届けいたします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。令和2年11月13日、スポーツ庁によりますと、ウィズコロナ時代に運動不足による健康二次被害を予防するために、運動、スポーツの実施啓発リーフレットを作成いたしました。テレワークで座っている時間が増えていませんか 座りすぎは心と体に悪影響です。1日に11時間以上座っている人は4、時間未満の人と比べ死亡リスクが40%も高まると言われています。こんな人は要注意。テレワークで1日中座りっぱなし、座りすぎで腰痛、肩こりが辛い、最近なんだか気分が落ち込みがち、通勤しなくなった、通勤することが減った。 感染をしっかり予防しながら体を動かそう。ステップ1、日常生活で動くことを意識。こまめに立ち上がる、家事を積極的にする、階段を上り下りすると。ステップ2、ストレッチングや軽い体操、ヨガや筋トレ等の動画を見ながら行うとグッド。ステップ3、ウォーキングジョギングなど、スポーツクラブなどで汗をかくのもグッド。風は、 成人は週に150分以上の中強度の身体活動を行うことを推奨しています。ウォーキングやゴルフなど軽く息が弾む程度のもの、また30分に1回立ち上がり動くと座りすぎによる健康リスクを軽減すると言われています。無理せず少しずつ体を動かす機会を増やしていきましょう。詳しくはスポーツ庁のサイトとご覧ください。以上。 老人エイトがお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。